ははい、いさんこんこにちはの時事ニュースチャンネルでございます、えー、今日はですね、ちょっと最近ね、あの、令和納豆の話題で、ちょっとかなりね、いろんなゴタゴタがあって、なかなか時事ニュースできなかったんですけど、えー、今日はですね、まあ、それらのちょっとね、あのいろんな、こう、なんかゴたゴたをですね、こう、なんていうんですか、みそぎを済ませるというかですね、こう、ちょっとあの、浮上を取り除くというか、まあ、汚れを落とすというか、ね、まあ、なんか汚れを落とすというか、まあ、そういう意味合いも兼ねてですね、ちょっと原点に戻って、いきなり素敵ネタをやってみようと思いました。よろしくお願いします。どうしようか悩んでたんですけど、これ、あの、ほら、前、 みんなこのニュース知ってるかなペッパーフードサービス、新型コロナの影響で個人から20億円の資金を調達っていうニュースなんですけど、一時期、はわ、ペッパー、なん,かなんつうの,の、いきなりステーキの社長が、なんか個人、あの、S フーズさんでしたっけあの、このあの S フーズ、株式会社 S フーズのね、なんかこの代表取締役の村上さん、村上信之助さん、個人から、 20億円も借りたぞこれどういうことだなんて一時期話題になったんですよ。で、ヒロも正直よくわかんなくて、ちょっとこのニューススルーしてたんですね。だからニュース時代も小さくて、あんまり話題にもなってなかったんですよ。で、そこで結構昔に広ロがまた放送であった、このペッパーフードを6月に新会社を作ったと、ねえー。ステーキ店ペッパーランチの運営部門を、えー、っと、この分社化しっていうことで、まあ、ペッパーランチの運営部門を、 ここの新会社に移したたということででななんんんかかかよよくっすねこの資金調達を円滑化させる狙いがあるって書いてあるんですけど、うん、なんかこのニュースとこのニュースがいろいろつながってたんですよちょ,っと、うんね、ちょっとね軽く読みますね、えー、いきなりステーキなどを展開する株ペッパーフードサービス、ねえー、それは6月1日2条件円の資金調達をすると発表したということで、まあ、一体何が起こったのかなとちょっと赤文字だけ読みます借入れ先は主要仕入れ先株主でもある東証一部の S フーズ、ね、株式会社エスフーズの代表取締役の村上慎之助 借、えー、入れ実行日は6月1日で返済期日は4月31日を予定でめちゃくちゃ近いじゃん、ね、これ6月1日にさこれ借入れするんだよねでも返済期日来月なんですよ4月31日なんですよ、ね、それを予定で U 担保無保証って書いてあるんですけどこれどういうことなのかなと思ってもうそろそろやばいのかなと思ってたんですけど、まあ、このその答えがですねこのねノートに書いてあるんですよこれね ちょっとこれ、偶然見つけたんですよね。ごめんなさい、このノートを書いたこの妄想する決算さんの記事を読んだら、あなるほど、そういうことかって、ちょっとヒロシは思ったんですね。うん、で、ごめんなさい、ちょっと勝手にすいません、今日紹介させていただきますけど、あのごめんなさい、あのちょっと消せって言われたらあの、ちょっとあの困っちゃうんですけど、コメントください、すみません。あの、すごいわかりやすくて、このノート。 あの妄想する決算さん、まあ、まさに名前の通りすごいいい感じでこうなんか、まあ、妄想とは思いませんねあその通りだなって思ったんですよこれねいきなりステーキペッパーフードサービスの借り入れから考えるそれでも状況は厳しい話っていう感じでふーん最初はんかタイトル見てふーんっていう感じで読んでたんですけどすごいねなんか面白かったですちょっとねこれ紹介させていただきますこれを読みながらちょっとヒロシのね なんか感想へーとかふーんとかすげーとかなんか言ってこうと思いますのでよろしくお願いしますすいませんなんかはいあのちょっとなるべくあの感じ 感情を間違えないように読んでいきますのでよろしくお願いします。はい、で、えー、これね、どうもコーです。私は毎日決算書を読んで企業の未来を妄想しています。いい,い,い趣味してますね。えー、そんな私が決算書の中で面白かったポイント、未来への妄想ポイントを説明しています。えー、今回取り上げるのは株式会社ペッパーフードサービスです。こんなニュースがありました。ね、これさっき広志が見たやつですね。ペッパーフード、食材借り入れ先社長から20億円借り入れ。はい、えー、いきなりステーキを運営するペッパーフードサービスは1日、食材、えー、供給元である S フーズの村上慎助社長から20 10億円を同日付で借り入れたと発表した返済期日は7月末え急速な出店と売売上不振、えー、新型コロナウイルスの影響によって業績と財務が悪化しており運転資金と返済資金の確保を急ぐということですねで同社は19年12月期に連結営業損益は7100万円の赤字やばいねうん フリーキャッシュフローは68億円のマイナスとなり自己資本比率も2%まで低下していたまあ要はもうもうかなりもうなんかなんつうんですかねもうあの瀕死に近い状況ですよねで2020年1月以降最大69億円の調達を想定していた公示価格修正条項付きの新株予約権を発行したがコロナショックで株価は低迷調達は約17億円にとどまっていたということでまあそもそもコロナショックが起きる前からかなりやばかったという話ですねそして今回のコロナショックで you <sighs> とめになっすみません。ヒロシもちょっと頭悪いんで、間違ってたらご指摘ください。4月のいきなりステーキの既存店売上高は前年同月比63%減。2020年1月から3月期の決算発表日は未定としているということで、まだ発表されてないということですね。で、ここからがあの書き込みですね。どうやらいきね、どうやらいきなりステーキは大株主であるエスフーズの村上慎之介社長から20億円もの個人借り入れを実行するようです。 上場企業が個人から借り入れるということはそれだけ状況が厳しいことが伝わってきますねはいそれはねかなり伝わってきました広島でまずこの借り入れまでの流れを説明します業績不振に陥ったペッパーフードサービスは資金調達に失敗して資金繰りが苦しくなった ねえー、で2新型コロナも直撃して資金繰りがさらに厳しくなっている中でなぜかコストをかけて採算の取れているペッパーランチ部門を切り離して新しく子会社を設立した、ね、これさっきあの広志が見たこれですね、はい、なぜか採算が取れているペッパーランチの運営部門を分社化しとここにちゃんと書いてあります、はい、これリンクも貼っておきますのでもしよかったら見てみてください、はい、ええちなみにここで私は 新会社を設立した理由として、ペッパーフードサービスが倒産間近なので、事業として比較的優秀なペッパーランチを脱出させた可能性が高いのではないかと考えましたと。ででーんって感じですね。あ、ちょっとヒロシここで、あって本当に声出ちゃったんですよ。あ、なるほどと思って。 そして、その新会社、その新会社設立と同時に、20億円の借り入れを発表したんですね、えー。今回はそんなペッパーフードサービスの借り入れと今後を考えていきましょう。それではまずこちらの資料をご覧ください。つって、もう結構広しワクワクしてきたんですよ。ほう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 と思って。で、これ見るとですね、これなんかあの、あの、資金の借り入れに関するお知らせですね。これペッパーフードサービスが出してるやつで、えー、当社は本日開催の取締役会において、資金の借り入れを実施することを決議いたしましたので、えー、下記の通りお知らせいたしますって書いてありますね。 はいえ資金借り入れの理由って書いてありますけどこの赤線ですね重要なのはねえ借り入れの概要ね借り入れすぎは村上信之助さん個人ですかねオーナーさんですね S フーズので借り入れ金額は20億円そして借り入れ実行日は6月の1日,あ月の1日そして返済期日は来月ですよ7月31日ですもうすぐじゃないですかね予定って書いてありますで担保等の有無は有担保であり無保証ということですねはいでま,ず個人まず借り入れには 担保が設定されていることが分かりますと。ね。ここに、あの、U 担保って書いてありますね。見えますかこれカーソルくるくるくるってね。はい。さて、軽状況がギリギリのペッパーフードサービスで担保となるものは何でしょうか確かにね、もう経営状況ギリギリじゃん確かに。ペッパー、あの、ペッパーフードサービスなもないね。もう赤字ばっかりだから。ね。そうです。これ多分、新会社の株式なんですねって書いてありますね。なるほど。そっか。今のままだと担保ないから、こっちの、 ね、この新会社を作ってその株式を担保にしてると新会社の株式を担保にするってことだなるほどなーって思いましたねえつまり新会社設立の目的の一つは担保化して借り入れを行うことにあったと考えられるでしょう、えー、新会社で行っているペッパーランチ事業の方はいきなりステーキ事業と違いまだ採算が取れていると考えられているので最悪20億円返ってこなくてもペッパーランチもらえるんでいいやって話ですねとなるほどーって思いましたねそうかそうかペッパーランチ事業の方はまだ ね、あの採算が取れてるね収益が出てるからそっちだけ欲しいということだなるほどでまた貸してはペッパーフードサービスの大株主でもある S フーズの社長だということで、えー、この S フーズはペッパーフードサービスの、えー、食肉の主要な仕入れ先でもありますから簡単に潰してしまって販路を失いたくない、えー、貸し倒れによる損失を出したくない最悪ペッパーランチの販路を確保しておきたいという狙いもあるでしょうとなるほどっていう感じですねはいで次のポイントは借り入れの期間が4月31日 1> 1日まででとと非常に短いことですそうそうそれも気になったよねちょっと待ってこっちを移動させてひろしをもうちょっとこっちにやっていこうか顔が半分だと見づらいわ、ねえー、考えられるのは今回の借り入れは貸し出側からすると様子見的な要素が強いのではないかということですふむふむえ新型コロナの影響が一段落してからどのように外食市場が変動するかわからないのでとりあえず様子見してダメそうだったら返済期限が来ても借り換えをさせずペッパーランチをもらっとこうってことですねなるほどね <laughs> そっか かだからそんな短いんだ。うん で、業績回復の目処が立てば、借り入れをさせたり、ペッパーフードサービスの決算に見る株価を探ると倒産する可能性がある理由。ね、これ書いてありますね。あ、これは、ここはリンクだ。ごめんなさい。はい。ちょっともう一回読みます。え、業績回復の目処が立てばか、えー、借り換えをさせたり、えー、こちらの記事でも紹介したように、株価が回復すれば、新株予約権による資金調達が期待できますから、その資金によって経営再建を目指すことはできるということですな、ということですね。そうかそうか。まあどっちに転んでも、まあお金を貸した、まあ、まあ、い,いや、ちょっと待ってよ、読んでいきましょう。すみません。で えつまり今回の20億で耐えられそうなのが2ヶ月だとも考えられますなるほど2ヶ月ですねなるほどちょっとあの ちょ,ちょっとあの、かなり微妙な今、心境なんですけど、え、本当に耐えられなかったらどうするんだろうって、ちょっと、かなり今、しあの心臓バクバクしてるんですけど、ね、ちょっとあのネタがなくなっちゃうみたいな <laughs>、ねえ。ということで、今回の借り入れでピンチをね、しのげたかというと、そうは言えなそうです。延命しただけだと考えられます。数ヶ月延命した後にペッパーフードは倒産。ペッパーランチは S フーズ社長のもとへという可能性は十分にありそうです。ということですね。なるほどね。 じゃあもうほんと崖っぷちなんだなあの社長はね一ノ瀬社長大丈夫ですかねえ、まあ、この考察があってればの話ですけど、まあ、非常になんかこれ説得力の記事だなとひろしは思いましたよ、はい、えとりあえずはえ新株予約権の行使加減である666円の株価を超えられるのかに注目ですと書いてありますねでおまけここ面白かったこれグレーなスキームにも使えんじゃねって話 <laughs> 確かこれひろしもね上のやつ読んでてちょっと思った、うん、え今回の S フーズの社長が貸し付けをしたのは可能であれば取引先でもあるいきなりステーキやペッパーランチの販路を確保しておきたいとい すいません今回の件は結構グレーな事業買収スキームにすることもできるんじゃないかと考えたのでおまけとして紹介してみます、はいえー、どうするのかというと基本的には今回の流れと同じで買収先は取引先で 倒産の懸念があるとき、ね、今回の件で言えばペッパーフードサービスに優秀な事業だけを子会社化して、その会社の株式を担保にオーナー個人で貸し付けをします。ふむふむ。えそしてその貸し付けした資金で自社、今回の件で言えば S フーズの債券、売掛金など貸し倒れリスクが出ているものを回収していくということですね。いいいっぱいいろんな、まあの 例えば売りかけ金とかまあほら要は仕入れをしてるわけじゃんお肉とかねだからまあ借金で買ってる、まあ、売りかけで買ってるものもあるかあ,、ね、あると思うんですよでそれでもし ね、ペッパーランチャーは、いきなりステーキが倒産しちゃったら、そのお金回収できなくなっちゃうから、優秀な事業をそこでもらっとこうっていうことですね。うん。そして、その後に倒産させると、担保として新しく作った会社を受け取れるということです。20億円はオーナーの懐から会社に移っただけで、会社を手に入れることができるということですね。えー、さらに、会社からすると、貸し倒れによる損失を避けることも可能です。えー、今回のように、倒産による貸し倒れ懸念が出てきた時だけ使えるグレーなスキームですが、えー、どこかがやっててもおかしくないですね。ということで、おまけでした。ということで、すみません。 ありがとうございます。えー、この記事が気に入ったらサポートしてみませんかサポート、ちょっと待って、サポートしたらどっか飛んでっちゃって怖いんで、フォローしましょう。フォロー。ありがとうございました。あ、やべ、ヒロシ、会員じゃねえんだよな。じゃあ後で会員してこう。これいいね。いいねをしおこう。いいね。ありがとうございます。妄想する決算さんでした。ということで、 このニュースがいろいろリンクしてきたなと思うんですよね。あのなん,なんて言うんですかねペッパーフードサービス、新型コロナの影響で個人から20億円の資金を調達っていうこのニュース、ペッパーフード6月に新会社っていう、まあ、これ全部つながってたんじゃないかなってね、ちょっと思っちゃいますね、ヒロシはね、うん。ということで、まあ、S フーズにしてみたら、まあ、延命しては欲しいと思いますよ。だってまあ会社経営するのは大変ですから、<laughs> あの本当にまあできることだったら、例えば自分がね自分のお肉買ってくれてるいきなりステーキさん、ね、まあ多分 延命っていうかね、ちゃんと助かって、ね、業績 V 字回復してほしいと思ってるけど、もしだめだったとき、いっぱい多分この一ノ瀬社長も売掛金あると思うんですよ。ね、S フーズさんからいろんなもの買ってると思うんで、まあ、S フーズさんに迷惑かけたくないっていう意味で、こんな感じにしたんじゃないかななんて、ちょっと思いますけど、わかんないです。ごめんなさい。あの、本当に、広ロ素人すぎるんで、こういう経営関係は。本当にね、ヒが経営とか政治とかそういうことやるとね、炎上しまくるんで、もう本当にね、ちょっと勘弁していただきたいんですけど、<laughs> 許していただきたいんですけど。 まあ、こういう事情があったんだなーってね、えー、思うと、まあ、かなりいきなりステーキも今、ちょっと岐路に立ってるんだなーって思いました。うん。20億円借りて、まあ、V 字回復すればよし、ダメだったら、まあ、分社化したっていうかね、あの、その、その、なんだ、採算が取れてる、あの、ペッパーランチをね、あの、その S フーズさんに、まあ、その担保で開けちゃうという感じで、まあ、ちょっとできればね、V 字回復してほしいですけど、まあ、もう、 これは、もうほら、いきなり正義って、もコロナが始まる前からやばかったんじゃないですか。で、今回のコロナ騒ぎで、ね、コロスケ騒ぎでもうとんでもないことになってるんで、まあ、非常に今厳しい状況であることはちょっとわかりますね。はい。まあ、どうなっていくのか、ちょっと今後もまた新たなニュースが入ったらですね、ちょっとひろし追っていきますので、よろしくお願いします。ということで、これ、非常にわかりやすい、あの、なんか、ノートっていうんですか、ちょっとひろしわかんないんですけど、ノートってあ、あの、あれなんですけど、まあ、非常にわかりやすかったので、これリンク貼っておきますので、え皆さんもしよければ見てですね、ちょっと このいいね押してあげてください。本当に。えっと、わかりやすい記事、ありがとうございました。妄想する決算さん、ありがとうございます。え、ということで、今日はこのようにしておきます。ありがとうございました。 で、あの、チャンネル登録とかね、あの、ヒロシのこのニュースにポチッとやってくれると、あの、ヒロシのこういうニュースやっていく励みになりますので、えもしよかったらえよろしくお願いいたします。で、今回の件にコメントあったらぜひください。いや、これ違うぞとか、いや、ヒロシお前の考え違ってるよとか、実はこうなんだよ、あなんだよとか、ね、あの、ちょっとあの、今度こういうニュースやってよとか、いや、いきなりすでこういうニュースありますよ。Twitter でこんな人がこんなこと呟いてますよとか、なんでもいいのでえ、バンバンコメントください。はい、ヒロシ結構コメント見て勉強してますので、よろしくお願いします。ということで、今日はこのぐらいにしておきます。ありがとうございました。失礼しまーす。